はい、こんにちは。今回はここにあるようにニンニクですね。ニンニクのみじん切りの仕方をやっていこうと思います。まあ最近はね、フードプロセッサーとかニンニクをみじん切りにする、なんていうんですか、機械みたいなのありますけど、通常は包丁でやっていくと思うんですね。で、ニンニクのみじん切りもいろいろやり方ありますんで、今日はその中で4種類やっていこうと思います。まあいろんな切り方があるんでね、好みに合った切り方をしていけばいいと思います。それではやっていきましょう。ではまず普通のみじん切りですね。まあ一般的に皆さんよくやってるみじん切りの仕方ですね。まあ普通はこんな感じで切ってからですね、こんな感じで切って、ここからこうやってやっていく方が多いんじゃないですかね。まあ、こんな感じでやっていけば普通にみじん切りになりますね。まあ、こういう感じのが多いと思います。じゃあ2種類目、よく中華屋さんなんかねやるみじん切りの仕方ですね。まずこういう包丁の腹を押し当てて、こんな感じで潰します。ここからですね、こんな感じでみじん切りにしてやります。まあ、あとは先ほどと同じようにこういう感じで叩いてやればいいですね。まあざっくり粗いみじん切りになりますね。まあ叩く回数を多くすれば細かくなるんですが、はい、こんな感じです。まあ料理動画撮るときなんかこんな潰してからやった方が見た目かっこいいのかななんて思ったりしますけどね。まあこれが2つ目です。はい、それでは3つ目、これはちょっと意識の高い方がよくやってるみじん切りですね。まずこういうところをこうやって切ってきますね。玉ねぎのみじん切りなんかもよくこういう感じでやりますよね。そしたらあとはここね、こんな感じで3箇所ぐらい切っていきます。そしたらこのままこんな感じで切っていけばいいですね。で、最後どうしてもねこんな感じで残るんで、ここは普通にみじん切りにこんな感じにしていきます。この方がね、ちょっと細かいみじん切りができるっていうか、粒が結構揃うんですね。で、なんか料理できるぞって感じのみじん切りになると思います。見た目ですけどね。はい、こんな感じですね。結構粒が揃うと思います。はい、それでは4番目ですね。で、4番目の切り方はですね、3番目のちょっとカッコつけた切り方、最近ね私がずっとよくやってるみじん切りの仕方なんですが、それは包丁のねこの部分、角の部分を使います。ここを使ってまずここを切ります。こんな感じで、なんかカッコつけてる感じしますよね。そしたらここをねまた縦に、さっきこう切ったんでここを立てます。で、ここを何箇所か、お、滑った、こんな感じで、で、あとは先ほどと一緒ですね、こんな感じで切っていけば結構細かいみじん切りになります。最後の方はね、どうしても刃が通ってないんでスライスになっちゃうんですが、そこは先ほどと同じようにこんな感じでやっていけば細かいみじん切りになりますね。
まあどういう切り方しても一緒なんですけどね、なんか見た目ちょっとカッコつけた感じになりますね。はい、それでこちらが先ほど切ったやつですね。これが一番最初のやつ、普通に切ったやつ。これが中華風に潰して切ったやつね。これがちょっとカッコつけて切ったやつで、これが一番最後。まあみじん切りなんでね、どれも一緒です。ただ潰して切ったやつはね、やっぱり潰すと水分出るんで、若干水分がねにじみ出てきます。それ以外の切り方はほとんど一緒です。まあね、こんな切り方なんかどうでもいいかもしれないんですけど、なんとなくね、切り方で料理ができる風を演出できます。結構私はね、ニンニクのみじん切りってよく使うんで、てかニンニクを使った料理が大好きなんでね、よくニンニクは使うんですが、まあこんな感じでいろんな切り方があるよっていうのをご参考にしていただければと思います。それではまた。